を守ろう。パパ、早く行こう。早く。あ、いい天気ね。そうだね。こういう日は遊園地が混むんじゃないかい？パパ、ママ、早く。そうだね。どうせ行くならすぐに出発だ。よし。スージー、シートベルトを締めなさい。いや、締めたくない。スージー、締めないならどこにも行かないわよ。いやいや、だって苦しいんだもん。早く。動けないよ。さあ、楽しい一日の始まりだ。やったー。ふん、行き先がみんな違うといいんだけど。パパ、あとどれくらいで着く？外して、これ外したい。何かあったのかしら？事故かもしれないね。ヘリー、状況はどうだい？ポーリー、渋滞が続いちゃってるよ。分かった、君は交通整理を頼む。すぐに向かうよ。任せて、ポリー。何か見える？大きな事故があったみたいだ。しばらく動けないぞ。ちょっと待ってね。オッケー、先にどうぞ。ねえ、私も飲みたい。いいよ。届かないよ。頑張って、スージー。あともうちょっと。ちょうだい、飲みたいの。ちょっと待って、スージー、いい加減にして。ちゃんと座って。ちょうだいよ。どいてから。スージ、大変、大丈夫？お兄ちゃんが。ケビン、なんで？僕じゃない、自分で。スージ、ほら泣きやんで。こっちは終わったよ。渋滞はどうだい、ヘリー？もう順調だよ、パリー。ああ、それじゃあ、帰ろうか。わかった。みんなお疲れ様。よし、渋滞もなくなったし、すぐに着くぞ。パパ、お願い、車止めて。え？ケビン、もう少し待てる？トイレがないのよ。無理だよ、漏れちゃう。もう我慢できない。あー、わかった。じゃあここに止めよう。どうしたんだろう。ケビン、そっちはダメだ。うわー、大変だ。ロイ、テリーが危ない。危ないところだったね、ケビン。大丈夫か、ケビン？ロイと僕が緊急事態に慣れててよかったです。レスキューチームですからね。私のせいだ。あんなところに止めてはいけなかった。大切な安全のルールを確認しておきましょうか。それがいいね。まず車の乗り降りは歩道側からするようにしよう。車道側は危険だよ。車が来て事故を起こしてしまうかもしれないからね。次に、車の中にいるときはいつでもシートベルトをするのがルールなんだ。チャイルドシートでも普通の席でも必ずベルトを締めよう。もちろん大人も忘れずにね。それから子供は必ず後ろの席に座ろう。前の席は事故が起きたときに一番危険なんだ。もっと危ないのは前の席の膝に子供を乗せること。シートベルトで守られてないとひどい事故になる可能性があるよ。二人とも動いてる車の中で暴れたらいけないよ。いいね。わかった。ありがとう、ポリー。覚えておくね。さあ、着いたよ。やったー。ケビン、大丈夫？どうしたの？車から出ても大丈夫？大丈夫だよ。行ってらっしゃい。
あ？家族で避難訓練。それじゃあ、ごきげんよう。あら、こんにちは、ロイ。いや、こんにちは。それは何？火災時の避難訓練？そうだよ、家族みんなでやる訓練さ。火事の避難訓練をして、いざという時どうするか話し合うんだ。テストに合格すると安全バッジがもらえる。あら、それすごくいいわね。チラシをどうぞ。え？それ。あ、ただいま。どうしてこんなとこに？それ、ザブーン。まあひどい、これは何なの？あら大変。ひどいありさまね。これで火事になったらどうするつもりかしら。ダメ、そんなの嫌。この状態をどうにかしなくちゃ。ザブン、ザブン。あれ、お、いや、帰ってたんだね。はい、これ見てちょうだい。何？家族で火災時の避難訓練？へえ、パパ何それ。なんだか面白そうだぞ、やってみようか。イエーイ、やる。私もそれやりたい。それじゃあみんな賛成ね。それはよかったわ。今から特訓よ。1週間後に私たちは火事の避難訓練を受けます。火事になった時安全に逃げられるように頑張りましょうね。わかった？はい。さあみんな、この図に注目。この家に出口はいくつあるでしょうか？わかる、僕知ってる。できたよ。今度はどこ？わかんないな。あ、裏口だよ、ルーシー。わかった。大丈夫だ、どんな時だってパパが助けるよ。みんな、準備はいい？まもなくテストを開始するわよ。火災報知器が鳴ったら3分以内に家から避難してね。位置について、よーい。やー。煙よ、体を伏せて。あ、焦らなくていいの、練習通りにね。わかった？わかった。任せてくれ。一つ目の出口に行きましょう。パパ、あ、玄関に火が回ったわ。それなら二つ目だ、窓に行け。わかったわ。どうしよう、窓からも出られなくなったわ。大丈夫、助かるさ、別の出口を見つけよう。残りあと30秒よ。ママ、裏口だよ、三つ目の出口。そうよね、裏口があったわ。よし、さあ早く。わかった。サラ、残り10秒よ。もう無理よ、私は助からない。置いていって、子供たちをお願いね。バカなことを言うんじゃない。君を置いてったりはしないよ。3、2、1。みんなよくやったわ。合格おめでとう。すごいよ、パパかっこいいよ。はい、どうぞ。みんな次々と起こるトラブルに素早く対応できていたね。本当に火事になってしまうとパニックで正しく動けないことも多いんだ。炎は5分もかからないうちに危険な状態まで広がるから、普段から避難の方法を考えておこうね。全ての出口に分かりやすい印をつけた家の図を作っておいたり、避難した後の安全な待ち合わせ場所を決めておくんだ。1年に2回は家族みんなで避難訓練をしよう。昼と夜のどっちもしておくとより安心だね。そうすれば本当に火事になってもみんな慌てず安全に家から避難できると思うよ。わかったわ、ロイ。これからはそうする。
火事だ火事だ火事火事どこで。もう一度避難訓練するよ。ロイが夜もやった方がいいって言ってた。さあやろう。だからって今日やれってことじゃないんだよ。暑い日に気をつけること。スプーキーお疲れ様。いつもありがとうステージ。ちょっと待って、これ見て、あなたにプレゼントを用意したのよ。それ何？スプーキーが友達を助けてくれたらステッカーをあげるわ。5枚集めることができたら虹色のタイヤをプレゼントする。虹色のタイヤ？やった、欲しい欲しい。よし、こうしちゃいられない。頑張るぞ、また来るね。頑張ってね。ブルームクラウンの皆さん、最近暑い日が続いています。外出はなるべくしないで、健康には十分気をつけてくださいね。すぐ友達を助けてステッカーを5枚もらうんだい。誰か助けて。ああ、ベニーだ、今助けるからね。さあ、これでよし。スプーキー、ありがとう。どういたしまして。次は気をつけるんだよ、ベニー。ルン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 。今日のスプーキーはなんだか楽しそうだな。ピーター、ちゃんとこっちに蹴ってよ。今日は暑すぎるよ。ジョニー、早くボール取れよ。いやだって、蹴ったのはピーターだろ、自分で取ってよ。もう知らない。ごめんポスティ、待たせちゃった。遅いよスプーキー、今日はたくさん配達しなきゃいけないんだ。よし、超特急で行くぞ。スプーキー、早すぎるよ。え、なに？もっと早く走れ。了解。ムスティさん、こんにちは。ごめん、待たせちゃった。もう大丈夫だからね。いやー、こんな暑い日に君は働き者だな。よし、待つよ。待ってくれスプーキー、それはわしの花じゃ、花。本当に一人で大丈夫かい？もちろんだよ。無理するなよスプーキー、すぐにロイを呼んだ方がいいと思うぞ。大丈夫、僕に任せてよ。本当に動いた。すごいなスプーキー。ほらね、言った通りでしょ。はい、スプーキー、あと1枚だけじゃない。あら、スプーキー、あなた働きすぎたんじゃない？今日はもうゆっくり休んで。いやいや、僕は大丈夫、すぐ戻るからね。スプーキー、大丈夫なのかしら。あと1枚、あと1枚で全部揃うんだ。なんだかめまいがする。なんだか今日はすごく疲れたな。早く帰って休もう。クラクラする。二人とも危ない。ぶつかる。スプーキー、誰か助けて。緊急事態、緊急事態、スプーキーが崖で宙吊り状態になってる。みんな今すぐ出動よ。了解。大丈夫スプーキー、すぐに助けるよ。エリー、下からスプーキーを支えて。ロイと僕はロープでスプーキーを引っ張る。了解了解。支えたよ。よし、準備完了。オーケー、じゃあ引っ張るぞ。スプーキー。はい、もう大丈夫。ありがとうアンバー。スプーキー、危ないところだったわ。今日みたいな日は無理して働いちゃダメよ。高温注意情報が出ている暑い日に外に出るのは危険なの。汗をたくさんかいたら脱水症にならないように水をこまめに飲むようにしてね。もしも頭痛やめまい、吐き気がしたらすぐに涼しい場所に移動して休むようにして。もしそれでも治らなかったら救急車を呼ぶこと覚えておいてね。
わかった。暑い日はあまり働きすぎないように気をつけるよ。僕たちも忘れないよ。暑い中頑張ったわ、スプーキー。でも僕、最後のステッカーを集められなかったよ。ステッカーなら揃ってるわ。じゃあ、虹色のタイヤよ。うわこれもらっていいの？ベニーから助けてもらったって聞いたの。そうだ、そうだった。ありがとう、やったスプーキーから。雨の日に注意すること。えいえい、痛っ。うわ、ジェニー痛いじゃない。あ、ごめんよ。痛い。おい、ズルじゃないか。ガードを緩めるからさ。うう、男の子って変なの。あ、あ、あ、どうしよう、傘忘れちゃった。よし、ジェニー心配しないで、僕が入れてあげる。残念だったね。別に君を入れてあげたいってわけじゃないけど、僕の傘に入れてあげてもいいよ。ジェニー、ママ二人ともありがとう。また明日ね。じゃあね、ジェニー。なんで僕は理由もないのに言いやつぶっちゃうんだ。あ、じゃあ君の傘を僕にくれや。え、なんで僕の傘壊しただろ。壊してない。壊したよ。ポスティ大丈夫かい。うん、ありがとうポリ。いや、ポリ、ロイ。いや、スプーキー。ポスティ大丈夫？今日は大変だったんでしょ。そうなんだ、滑っちゃって。今日みたいな雨の日は特に道路が滑りやすいんだ。だから気をつけて走ってね。大丈夫、僕がちゃんとポスティを連れていくよ。ありがとう、じゃあね。気をつけてスプーキー。ロイ、僕はこれから学校に向かうよ。そうだね、そろそろ授業も終わる頃だ。うん、みんなが安全に家まで帰れるように見てくるよ。君も気をつけてポリー。うん。一人占めするなよ、濡れちゃう。僕の方が濡れてるよ。嘘つけ。うわ、ケビンどうしたらいいんだ。わかんないよ。うわ、こりゃやみそうにないな。びしょびしょだ。僕もさ。よし、渡ろう。急いで帰ろう。これじゃ見えない。危ない。早すぎて止まれない。危ない、止まれ。まずい。ごめんよポリ。道路が濡れてるって言ったじゃないか。危ないよ。そうだね、今度から気をつけるよ。君たちもだ、気をつけないと危ないよ、特に雨が降っている時はね。僕たちも？雨が降ると道路がいつもより滑るから、車が止まるのにもっと時間と距離が必要になるんだ。雨が降っている時は車道側を歩くんじゃなくて、車から離れて歩いた方がいい。それに横断歩道でも少し下がっていた方がいいね。あまり近いと傘が車に当たってしまうかもしれない。目の前がしっかり見えるように、傘は目の高さよりも高く持とう。傘が透明だともっといいね。雨の日には紙や本をショルダーバッグに入れて歩こうとすれば濡れないよ。雨が降っていて暗い時は明るい色の服を着て明るい色の傘を持とう。暗い服や暗い傘だと周りから見えづらくて事故が起きやすくなるんだ。雪の日も同じだよ。でも雪の日は白い服を着ちゃダメだ、雪に紛れてしまうからね。うん、
僕たち傘で前を塞いでたし、渡る時も道路をちゃんと見てなかった。それに暗色の傘だ。まあ僕たち全部間違ってた。そうだよ。でももう雨の日にどうしたらいいかわかるよね。うん。ジェニー、今日は心配しなくていいからね。そんな小さい傘じゃきっと濡れちゃうよね。僕の傘に入れてあげる。ありがとう。でも今日は大丈夫。なんだ。じゃあまた明日ね。あ、ジェニー待ってよ。ほら早く。なんてことだ。ああ、服が。すみません。大丈夫さ。奥にどうぞ。服をお貸ししますので。こんな動きづらい服でウィルさんは過ごしてるのか。抱いてくれ。大丈夫ですか。でも危なかった。突然でしたから。あなたがいて助かりました。いや、大したことでは。あの人が助けたんだ。勇気があるよ、ほっとね。何やもう大丈夫。もう大丈夫だ、安心しなさい。へえ、うん、ベルナ、ちょっと用事を頼んでいいか。はい。これをウィルさんのところに届けてくれ。もちろん、ヒーローに届けますよ。どれがヒーローだって。知らないんですか。みんな話してますよ。あれです、新聞ですよ。はあ、すごい話ですよね。町中の人たちが今年の名誉市民の賞はウィールさんに決まりだって噂してますよ。今服を送ってしまうとウィールさんをさらに困らせてしまう。ブルナ、荷物を届けるのは後にしよう。そんなものより贈り物でもあげようじゃないか。それはいいですね。きっと喜びますよ。まずいな。はあ、わしはどうすればわからん。一体何を。ウィール、見つけたぞ。どうしたんだムスティ。お前さんが今年の名誉市民の賞を取るって聞いたんだ。何、噂になってるのか。それはビルダーさんにも伝わってるかな。当たり前さ、町中がお前さんのことを噂しているよ。町中が。デタラメだ。この賞はわしのもんだ。少年を救ったのはわしだぞ。ああ、このままじゃまずいぞ。間違ってる。正直に話して誤解を晴らさなければ。ムスティ、少し店を見ててくれ。何事だ。違う、なんだか動きがおかしいぞ。通信のせいか。ビルダーさん。おや、ウィールさん。いや、どうも。おはよう。あ、危ない。ウィールさん、大丈夫ですか。足が挟まって出れないんだ。よし、待ってくれ。レスキューチームを呼んでくる。ここは僕たちに任せて避難してください。ありがとうポリ。みんな急ごう。ウィルさん、足が木に挟まってるんだ。じっとしてて、動くと危ないです。アンバー、ウィルさんの様子を見てきて。わかった。木材が重なりすぎているわ。下手に動かしたらもっと怪我をしてしまうかも。
よし、一気に持ち上げることにしよう。うん。ヘリ、引っ張り出す準備を。アンバーは中の様子を見てくれ。了解。ふっ、じゃあ行くよ。1、2の3。ヘリ、今だ。うん、行きますよ。ヘリ待って、足がまだ中で引っかかってるわ。ここよ、もう少し高く上げられないかしら。わかった、ロイ、ゆっくり持ち上げるよ。うん、1、2の3。いいわ。もう大丈夫。あ、助かった。16、17、18。セイル。ああ、リフティ。何してるの？星を数えてるんだ。なんで？眠れないの？変だよね、いつもはすぐ眠れるのにさ。待てよ、君はキャンプに行くんじゃないの？ちょっと遅れていくよ。セイル、僕に任せて、子守歌を歌ってあげる。僕に悪いからまだ出発していないのかい？わかった、歌ってくれるかな。僕が寝たら君も心置きなくキャンプに行けるしね。ああ、じゃあいい？眠れ眠れ、海が聞こえる、まぶたを閉じれば。眠くなってきたよ。ありがとうリフティ、ありがとう。いやー、セイルじゃないか。こっちだよセイル。いやみんな待って待ってよ。セイル寝ちゃった？はあ、赤ちゃんみたい。いい夢を見てね。みんな作戦を実行しよう。了解。もうちょっとだ。よし、はい、そこ。またテリー、セイルが大きすぎてトンネルには入れないよ。そうみたいだ、向こうの道で丘を登っていくことにしよう。坂が急すぎる。もうちょっとだよテリー、わかった。うわ、テリー、ストップストップ。どうした？待って。セイル、セイルは無事か？なんとか。セイル起きちゃった。リフティいたのか。夢の中でキャンプできたよ。もう、わあ、なんで坂道に。頼む、動かないでくれ。俺たちはセイルをキャンプ場へ連れて行くんだ。君たちが。セイル、誰をゲストに呼んだらこんな遅くなるんだ。助けて。なんてこった、すぐに行かなきゃ。待っててね。ジン、パトロールは終わったからキャンプ場に向かうね。予定変更よ。雲の坂で事件発生。ヘリーの情報ではテリーとリフティが危ないの。レスキューチーム全員で今すぐ向かって。了解、みんな行くぞ。Yeah!
ら無事かい？僕はなんとか。アンバー大丈夫？ええ、ギリギリだったけどね。つまりリフティのびっくりするゲストっていうのはセイルのことだったんだね。そのセイルが一度もキャンプに行ったことがないって言うから連れて行ってあげたかったんだ。あ、リフティ、すまんセイル、こんなはずじゃなかったんだ。もういいさ、キャンプには行けないけど、こんな優しい友達がいると分かったからね。うん、今日はもう一つ仕事が残ってるみたいだね。みんないいかい？うん、え？あー、つまらないな。僕も。私も。あら、シャボン玉だわ。ほんとだ、行こう。君たちと遊びたかったんだ。これを見ててや。わあ、すごいや、シャボン玉を作れるんだね。すごいだろ、楽しいよ。近くで見てみる。その小さいやつじゃなくて、すごく大きいシャボン玉も作れる？そうそう、もちろんだよ。よし、見ててね。わあ、すごい。大丈夫だよ、もっと作れるからね。小さいのたくさんでもいいし、さっきより大きいのもできるよ。わあ、それじゃあ絶対に割れなくて大きいシャボン玉も。うんうん。え、絶対に割れないシャボン玉。じゃあみんな見てごらん、僕のシャボン玉は割れないんだよ。わあ、すごい。本当に大きくなってる。しかも割れないわ、すごい。面白いだろう。すごいや、ミッキーが浮いちゃうくらい大きいね。なんか本当に空に浮いていっちゃうみたい。え、どうしちゃったんだ。どうしよう、ミッキー。下ろして、誰か。高いところは苦手なんだよ。ミッキー待って。レスキューチームのジンです。すぐに来て、ミッキーが大変。どうしたの？ミッキーがシャボン玉を作ったら、そのまま空に飛んでいっちゃった。シャボン玉？ひょっとしてミッキーは万能スライムを？きっと間違いないわ。ミッキーを早く下ろしてあげないと。君は先に現場へ頼む。了解。ミッキー、ミッキー、あれ、見つけたぞ、ミッキー。いや、緑の天使さん。ミッキー、しっかりして。ボリー急いで。ミッキーは弱ってどんどん上に上がっちゃってる。シャボン玉が大きくなってるから僕じゃ抑えきれない。頑張るんだヘリー、助けに行くぞ。うん。ずっと高いな。ロープでは届かないな。ミッキーを下へ下ろす方法を考えよう。あれよ、あのスタ袋を使ったら、ミッキーにくくりつければ重さで下がるかもしれないわ。よし。バリー、アンバー、作戦はどんどん上がってきちゃってるんだ。スタ袋をミッキーにつけて重たくするわ。もう少しでこっちも準備が終わるから待ってて。これはすごく重たいぞ。ヘリーに運べるか？ヘリーなら大丈夫。ヘリー、降りてきて。今行くよ。
もうすぐロープが届くよ。ロイ、ミッキーを下ろそう。うん。はっ。いいよ。よし、引っ張るぞ。あと少しよ。頑張って。やった。わあ、切手がたくさんある。これすごいね、ポスティ。ありがとう。時間があるときに集めてたんだ。実は僕も集めてるんだ。よかったら今度見に来ない？本当？じゃあ明日やらせてもらうね。僕のも持っていくから交換しよう。わかった。それじゃあ今日はもう行くよ。タイタンのところに行かなきゃいけないんだ。タイタンのところに？今日は春の大掃除だからたくさんゴミが出るでしょ。クリニーだけじゃ大変だからタイタンやレスキューチームと手伝うんだ。へえ。うん、僕もたくさん捨てるものがあるの。ちょっと待って、郵便物に異常があったみたい。待っててね。大丈夫だよ、僕も行くから。切手はどこに置けばいい？どこでもいいよ。うん、それじゃあこの引き出しに入れておくね。それじゃあ明日ね。うん、明日。バイバイ。異常なし、異常なし。僕だよ、取りに来たよ。入って、クリニー。待ってて、まだ仕事が終わらないんだ。うん、大丈夫。場所教えてくれたら持っていくよ。あ、部屋の隅っこにまとめて置いてあるよ。本当にこれ全部捨てちゃうの？そうだよ、掃除道具だけを残してあとは全部捨てるんだ。うん、わかった。今日も頑張るぞ。あ、そうだ、リフティと切手を見せ合うんだった。切手はどこにあったかな。この引き出しに入れておくね。うん、引き出しだ。でも机は確か。それじゃあ積んだ荷物をゴミ捨て場に持っていくね。うん、オーケー、じゃあ行ってくる。ありがとう、行ってらっしゃい。クリニー、ゴミはどこ、どこに行ったの？今タイタンがゴミ捨て場に運んでいったところだよ。え、待って、タイタン。ロッティ、どうしちゃったの？大丈夫だよ、タイタン。ポスティは？あそこで動けなくなってる。ああ。クリニー、あとは僕たちに任せて安全な場所に避難して。わかった。ロイとヘリーはポスティを下ろして、アンバーと僕はタイタンを助ける。了解。了解。ポスティ、すぐに助けてあげるよ。僕は下を持つから、アンバーは上を。いいわ。
頑張れタイタン。うん、1-2-3。助かった。いいよロイ。よし、ありがとう、助かったよ。やっと終わったぞ。明日はコンテナを動かさなきゃ。そうだね。釣り針を沈めて、あとは待つだけ。メッティ、ベルおばさん、こんなところで何してるの？ただ遊んでただけ。遊びすぎて疲れないようにしてちょうだい。明日は忙しいんだから。はい、はあ、まだ怒ってるのかな、はあ、でも大丈夫、魚が釣れたらきっと喜ぶぞ。うわぁ、これってミミズ？ただのミミズじゃない、魚の餌だよ。ミミズを餌にするの？その通り、ビルダーさんに相談したらこれが一番いいって言われたんだ。今度こそ本当に魚が釣れるかな？釣れるとも、きっと待った分だけ美味しいよ。はあ、いつまで待ってたら釣れるんだよ。はあ、なんだか疲れてきたな。寝ちゃダメだ、絶対切ってやるぞ。こんなに釣れた。レティ、かかった。レティ、ベルおばさん、もしかしてここで寝てたの？その遊んでたらつい寝てしまって。もうみんな結構前から働き始めてるのよ。ごめんなさい、すぐに取り掛かるよ。おはよう。みんな遅れてごめんね。いいよ。それで魚は釣れたの？それが一匹も釣れなかったんだ。やっぱり僕は何をやってもダメなのかな。そんなことないよ。そうさ、夜だったから魚がみんな寝てたんだよ。そっか。でも疲れたな。みんな急げるかしら、そろそろ出なきゃ。了解。よし、仕事だ。レティ、そこのコンテナを持ってきて。よし、来た。とにかく眠いな。何の音？レティ、起きて。まずい、大変だ。大変、何が起こったの？おもちゃが水浸しだ。緊急事態、緊急事態、ベルおばさんから事故の通報よ。コンテナの中身が海に散らばっちゃったの。みんな今すぐ出動よ。了解。沖に流される前に急いで集めよう。ヘリーは先にロープで囲いを作って。わかった、僕らも行こう。了解。よし、準備はいい？うん。みんないいかい？
港まで引っ張っていくよ。了解。明かりをつけず作業したら危ないでしょ。ごめんなさい。急いで準備しておきたいのよ。テリーが着いたらすぐ運べるように。あともうちょっとです、ベロバさん。わかった、じゃあお願いね。はい、あと明かりをつけてもらえると。つけるわ。よし、あ、明かりがついた。早く荷物を運ぼう。うわー、びっくりした、何の音だろう。ん？ジン、何かあった？ベルおばさんから通報があったわ。港の倉庫で火災が発生よ。みんな、今すぐ出動よ。了解。僕に任せて、火が広がらないようにして。了解。了解。平気だよ。わ、ねえロイ、火はそっちから広がってる。入って援護するよ。分かった、下がってて火を消すから。ロイ、どうした？腕が上がらない。まずいな、僕が上げる。これは重すぎる。鉄骨が落ちてきて道を塞がれた。ロイも肩を怪我していて力が出ないんだ。うん、火がどんどん強くなってるよ。ロイを今すぐ助けましょう。うん、じゃあ鉄骨をレーザーで切って道を開けよう。了解。なかなか収まらないわね。何かあったのかな。頑張ってロイ、もう少しだ。うん、まだやれるさ。よし、こっちも切れたよ。いや、みんな急ごう。うん。ロイ、大丈夫？うん、大丈夫。火を消すことだけに集中しよう。うん。雨水が配電盤に入ったせいで火事になってしまったんだ。ちゃんとチェックしなかった僕のせいだ。本当にごめん。ロイのせいじゃないよ、僕が悪いんだ。あそこに箱を置いてなければ火事は起こらなかったはずなんだ。ごめんなさい、ペロおばさんにも。火事になったのは残念だけど、みんなが無事だったことが何よりよ。ところでロイ、腕の怪我は大丈夫？大丈夫ですよ、心配いりませんから。ロイ、僕も君の怪我を見てあげるべきだったよ。いいんだって、ホリーのせいじゃないよ。そんなに気にしないで。みんな聞いて、今日もみんなには本当に感謝しているわ。でも救助で忙しいからこそ体には気をつけてほしいの。万全の体制で町を守れるようにね。よく覚えておきます。じゃあロイ、何か僕にできることあるかい？
じゃあ代わりにジンのお説教を聞いてよ。きっといろいろと言われるだろうから。ああそれは無理かな。ジンのお説教からは誰も逃げられないよ。シートベルトは命を守る。これでいいわ。このシートベルトがあれば子供たちの安全はバッチリ。ありがとうジン。子供たちも家族もこれで安心だ。そうね。雨が止んで予定通り明日子供たちと遠足に行ければいいわね。うん、そうだね。いい天気になって本当によかった。さあみんな準備はいい？待って、まだケビンとダグが来てないの。どこにいるの？それで僕が、ね、やったね。僕が窓側だ。そうはさせないぞ。やめてよ。はやった、僕の勝ちだ。おいすごいぞダグ。べー、なんだやるのか。なんだと。ねえ君たちもうやめてよ。出発の時間だから早くシートベルトを締めて。あれこれ新しいシートベルトだ。ほんとだ。三点式ベルトって言うんだ。前のよりも安全でしっかり守ってくれるよ。イエーイ。車の中で君たちが安全でいるためにするんだからちゃんと締めないとダメだよ。そんな締め方じゃ怪我しちゃうってば。わかってるよスクルビー。それじゃあ出発するよ。うん、よしみんな、あと少しだ。お昼休みが早く取れそうだ。やあマックス。いやあポリー、仕事が大変そうだね。うん、雨のせいで道がめちゃくちゃなんだ。君は元気？僕はもちろん元気だよ。じゃあ見回りを続けるね。みんなご苦労様、頑張って。じゃあねポリー。うわーすごい。もうねえダグ、そろそろ席変わってよ。あねえウサギがいる。え、僕にも見せて。ああもう行っちゃった。ああ僕も見たかった。うわ今度はリスだ。どこ見たい、見せて。またどっか行っちゃった。シートベルトのせいで窓の外が見えない。うう、シロクマだ。ライオン、トムソンガズルだ。嘘だろ、ティラノサウルスだ。まあ、言っちゃったけどね。ああ、もう。あれ、一体何だろう。今度こそ絶対に見えるぞ。ヤッホー。ケビン、危ないよ。席に戻ってシートベルトを締めないと。うわ、落石だ。みんな怪我してない？大丈夫だよ。大丈夫だよ。新しい三点式ベルトのおかげで助かったわ。誰か助けて。あれケビンはどこだ？僕はここだよ。ケビン、そんなとこで何してるんだ？窓の外が見たかっただけなのに。しっかり捕まって今引き上げる。どうしよう、誰か助けて、子供が危ないんだ。あれスクールBに何かあったみたいだ。持ってるから絶対に僕の手を離しちゃダメだぞ。お願い離さないで。手の力が、捕まって。ケビン、ケビン、今行く。よし無事に助かったら教えて。ポリー大丈夫かい？ポリーのおかげだ。すごい、さすがポリー。ケビン、これでどうしていつもシートベルトをしていないといけないか分かったよね。出発した時はしてたんだけど、それで事故はほんの一瞬で起こるんだ。だからちょっとしか乗らない時でもシートベルトをするのが大切だよ。そっか。じゃあみんな聞いて、シートベルトが君たちの命を救うんだ。車がぶつかった時もシートベルトをしていればひどい怪我をしないで済む。ベルトをしっかり締めていると、もし車が転がってしまっても安全でいられるんだよ。シートベルトをする時は
胸の前でねじれていないかをまず確かめよう。それから音がするまでしっかりはめるんだ。車に乗ってすぐシートベルトを締めれば忘れないし、怪我もしないよ。それに車から手や頭を出すのは絶対にやめようね。分かったよ、ポリーどこに行こうか迷っちゃうけれど、君と一緒なら最高さ。スクールバスの安全ルール。はあ、止まってボードはまだかな。子供たちが出てきちゃう。ケビンとダグが来た。やあスクール B。 お待たせスクール B。 そんなに待ってないよ。僕窓際がいい。僕が座る。二人ともバスの中でちゃんと座らずにふざけてたら危ないよ。よし、これでいいわ。今度は何作ってるの、ジン？スクール B に頼まれて止まってボードを作ったの。じゃじゃーん。わ、止まってボードって何？これは子供たちが安全にバスから乗り降りできるようにするための装置よ。もう今何時？これをスクール B に届けなきゃ。僕が届けるよ、ジン。パトロールに行くところなんだ。ありがとう、ポリー。スクール B きっととっても喜ぶわ。そうだね。もっと早く走ってよ、スクールビー。ねえ、アクセル踏んでってば。二人ともやめてよ。窓の外に顔なんて出してたらとっても危ないんだから。スクールビーの言う通りよ。はい。二人とも、なんでバスの中でじっと座ってられないの？一体どうしちゃったの？うるさいな、分かったよ。落ち着いてよ。運転に集中できないよ。席に戻ってくれる？ジェニー。はい、スクールビー。あれ、ケビン、これなんだ？おい、触るなよ。僕のだ。テコンドーするときつける帯だよ。テコンドー？そう、こうやるんだ。テコンドー！いてって。この二人ともやめてよ。スクールビー、ここで降ろして。おっと、了解、ジェニー。スクールビーったら。みんな大丈夫だった？どいてちょうだい。わー、赤い帯だ。体育館前だよ。ケビンもここで降りるんでしょ？そうだった。僕も降りなきゃ。ちょっと待って。この二人が降りたらすっごくホッとしちゃうよ。スクールビー、また明日。うん、またね。二人とも待ってよ。どうしたの、ケビン？いたぞ、スクールビーだ。ごめんね、帯が挟まったのに気づかなくて。平気？大丈夫。二人とも待って。ダメだよ、待って。わけケビン、走って横断歩道へ出たりしたらダメじゃないか。危険なことなんだ。わかった。でも車が来るのが見えなかったんだ。そう、そこだよ。安全のルールが守れてないんだ。それじゃ、おさらいしてみようか。バスから降りるときは、オートバイや自転車が通るかもしれないから、まず左右を確認し、ゆっくり降りること。バスから降りたら走って正面へ回り道路を渡らないこと。走ってくる車の運転手から見えなくて危ないからね。バスやバンのドアにも危険が潜んでいるってことを絶対に忘れないで。ゆったりした服やバッグ、帯なんかの飛び出している部分がドアに挟まるかもしれない。そうならないように気をつけようね。バスを待つときは歩道で待って道路には出ないこと。
遊んだり大声で話したり窓から身を乗り出したりすると運転手の気が散って事故になることがある。だから静かに座って必ずシートベルトをつけること。なるほど。スクールビーごめんね。僕もごめん。今度からお行儀よくするよ。ありがとう。僕も危ないことが起こらないようもっと気をつけるよ。そうだスクールビー、これプレゼント。僕にプレゼント？うわぁ。ちょっとこれ羽みたいだよ。僕はバスだ、飛行機じゃない。